ようございます、ヨネちゃんでございます。愛知最終日、名残惜しいように快晴の朝、9度。まずはねモーニングを食べていこう。偉そうにね愛知県を総評するとね、まあ行くところはたくさんあったね。そしてねお邪魔した道の駅もね全て Wi-Fi が飛んでてね、動画アップに支障をきたすことは全然なかったからね、すごいいい県愛知県だったね。驚くことばかりの体験でね、なかなか楽しかったよ。今日はその最終日、名古屋城と愛知県庁、そちらの方でねランチをして、今日の予定はおしまいかな。はい、それでやってきたのがこちらだ。コーヒー宿、まるっきり個人店、こういうのが楽しみ。はい、簡単な検索で来たね。コーヒー宿っていうところだね。なかなかね最後の日の愛知モーニングとしては正解だったかな。あの内容で450円、コーヒー一杯頼んだらあれだけのものがついてきたというね、すごい愛知。はい、次に行こう。そこまでは近くにね豊国神社っていうのがあったからね、来てみたよ。出吉清正公園、中村公園じゃないんだね。こんな神社だね。金のひょうたんだな。ひょうたんから水が出ている。全然観光のね予定には入ってなかったけど、これが豊国神社っていうらしい。あ、そこに秀吉がいる。ちょっと行ってみよう。よく額がなくてね大変申し訳ないが、なんでひょうたんなんだ。名古屋市中村区で生まれ、ここで生まれた戦国時の大出世を果たした豊臣秀吉は地元の誇りとして親しまれているんだって。秀吉のふるさとだった。そういう感じなのね。ほら秀吉がいる。とりあえずお参りしておこう。豊国神社、豊臣秀吉公を御祭神として出世開運茶道建設等にご利益があると言われてる。ここ豊国神社、説明見るとここで秀吉が生まれたらしい。へー。し境内をね一周して小さな春でも探しに行こう。ああ綺麗に咲き上がってるね桜がね。はい、あと1ヶ月もすればね端午の節句だしね。ほらここではねしだれ桜も咲いている。発色いい桜だ。ほらなんかびっくりするぐらいのところに来ているのだが、愛知旅全部行ったとか言って実は見落としがあるのかもしれないね。静かないいところがあるとは。綺麗やね。そうそう、これを待ってたんだよ。これを説明を見るとね、この地は初代中村勘三郎の出身地でもあるんだって。はい、ゆっくりした時間を過ごしました。中村公園、トヨタ産業技術記念館に来ている。今日はね名古屋観光ルートバス巡る、これにやっぱり一度は乗りたいんでね、名古屋城まで行きたいと思う。企業の研修生かな。はい、朝9時28分、あれがルートバス巡る。多分ねこれで名古屋城に行かれると思う。やるよ。お金はここ、はい、1回のご乗車ですか。はい、はい、210円になります。
一番いいところで生まれた。はい、めぐる10分ちょっとの旅でした。さすが一大観光地名古屋城、桜は一分咲きというところか。素晴らしい。おー、やっと来たね名古屋城。外人ばっか。はい、名古屋城、はい、見事な桜でございますね。どや、はい、お堀だね。おい、大手門やってきたぜ。名古屋城やってきたぜ。入館料500円、金かばない。はい、このボランティアガイドさんにねお願いして60分のガイドツアーに参加しようと思うぜ。尾張御三家筆頭徳川家康の第9男義直が移城したんだってね。小枝って言いますけど、ここのそのそこに見えた櫓、はい、これあの西の南の西の南西南隅櫓の、はい、にまあお城の正規の入り口っていうんですかという形だったのね。でこの門は燃えたら再現したもんですけど、石垣1年建物1年戦のない名古屋城、国宝じゃないんですよね。国宝じゃないんですよね、はい、残念ながら国宝じゃないそうです。名古屋城名物のね金シャチは、片方44キロの金が使われてる、両方で88キロの金。石垣はね400年当時のままで残ってるそうですよ。ここはね今の桜の時期だけ開放されてるみたいなね。これが二の門で重要文化財。この辺はねもう五分咲き以上だね。東南櫓、辰巳櫓とも言うらしいよ。石垣の上にはね、櫓があったらしいんだけど戦争で焼け落ちてしまったと。はい、でここら辺が、まあ、草の方とか型というか、なるほど、あの正妻がこの向こうに、まあ、名城公園で、名城公園なんですけど、ね、これがいわゆる北を含めるというその徳川方につくんですね、加藤清正ですので、まあ、生き延びて熊本の城主にね行っても少しかけたら、ね、間をどうするんだとかね、そういうことで、はい、まあ、ちょっと AI 使ったりなんか、石垣が崩れたんでね今修復作業、番号を振って石を並べていると。青葉城もこんな感じだったな。ここは鵜の首、貝の首みたいな作りなんだね。昔ですね、さっき言ったお庭、これ二の門だね。これの鉄はまあ砂鉄ですけど、当時の400年前の、あ、これ砂鉄400年前に行ったんですけど、それはまっすぐ行けないようにこうぐるっと回る。なるほどなるほど、はい、まあ、そのこと自体は別に名古屋城の門だけの特徴ではないんですけども、ここに一の門がこう立ってたと、はい、残念ながら燃えてしまったね。燃えてしまったと。これが本丸御殿。ほら、これなんか分かりやすい、木を何枚も重ねてね屋根を作っている構造になってるぞ。が表書院、政治の重要な役割を示して一番写真映えスポットらしい。ほら、運んだことを証明するサインがね全部石に彫ってあるんだって。またねここにも絡めても東門っていうのがここにかかってたらしいよ。縁の人がですね、はい、ということで今日も祭して湯葉湯葉言われてるんですけど、はい、本当のところは呼ばれるまで、はい、名古屋城で一番大きな石だそうですよ、清正石。大きな石だけどこれでも全国で14番目の大きさなんだって。一番は大阪城だって。の天守閣は閉館中、閉館中、耐震の工事が入ってるらしい。城なんですけど相当型、ね、あの犬山城が犬山城を建てて最後にこう立ち上がって、はい、まあ、あ、なるほど、ほぼ一緒なんですが、うろこの枚数とかで、ね、ちょっと
通らないとこの大天守の方には行かれない。こちらがメスでこちらがオスらしいよ。親父を床面積は日本一だそうです。あ、この石垣のねこの黒い部分は戦争の名残だって、燃えた後なんだって。そういう時はこちらの部分が。なるほどなるほど。不明も、うん、石垣見えるかな、あの膨らんでるところ。これは耐震必要だから入場規制、入れなくなっている。はい、3月20日からね桜祭りが始まっている。結構にぎやかだよ。北側と西側は水が張ってあって、ああ、はい、ここがね北側だね。これ北側ですね。北側の桜。こっち方面はね基本的に湿地帯だったからこちらから攻められることはないらしい。これね刻む門って書いて刻門、さっき説明したように自分が運んだ照明になるようなバッテン。ほら団子3つ団子2つ、ここは団子3つに、これなんだ団子三兄弟だね。ほらここは蝶々、これは三角形、これはなんだ野球ボールか。 L の反対とかね。あ、 L の反対、ほんとだ。あ、これはなんかの暗号みたいだ。江戸のね小林さんに教えてもらわなきゃこういったの気づかないよね。ここはおすすめだよ。ああ、お城を作る名手加藤清正がこの塀を作ったんだって。しかもこの問いが明治時代からあったらしいよ。雨どいが、このね見てもらうと本殿の見方を今教わってます。あ、そうですね。いいので、お名刺ないです。どうもありがとうございました。はい、はい、小林さんのガイドこれで終了です。とってもね分かりやすく解説してくれたからね、ぜひねガイドさんつけた方がいいね。こういったのは混雑につき入場規制しているが約15分で見られそうだ。150億円の天井はこんな感じで、一番最初に猛獣だね、本丸御殿。すごく忠実に作られてるそうです。はい、ここもね獣が描かれてる襖だね。こっからまた天井の形が変わった。こっからがね花とか鳥になるんだね。どんどん位が上がっていくよ。獣から始まった各お部屋はねどんどん今度は植物の絵に変わってくるね。めっちゃ素敵でしょう。天井も高いし、あとはね襖を見なさいって言われたね。こんな襖だよ。ほらこれもね鳥と植物かな。どんどん奥に行くとね位の高い人たちが楽しむ場所になっているみたい。ほらまだ鳥とかね植物の間だね。ほら今度はね風景画に変わってるね。この天井も価値があるらしいよ。はい、宴の一席になるね。塗装が綺麗だね。めっちゃ綺麗。今度は風景と人物になるんだね。こっからはね天井にまで漆塗りだ。ちょっと落ち着いた雰囲気になるんだね。これはね城主とか天皇がね、これ見てすごいね。迎賓館だね。一番ね重要なお部屋っていうのはあっさりとした墨絵になるんだって。すごい。はい、最も格式の高い馬です。どうやこんなんだ。はい、どうだこれすごいな。
が梅の間ってやつ、かっこいい。はい、主にね、政治の場としてね使われたこの本丸御殿、お見事としか言いようがありませんでしたね。うい人、これ大変だな。人それぞれ春を楽しんでいるようだ。でもね、この春はね今日までなんだよ。明日は雨だから、今日のうちにやりたいことがもう一個ある。めっちゃ楽しかった名古屋城、見応え抜群。春の名古屋城からでした。はい、あとはねバスの時間を見て県庁に行きたいと思う。県庁どこだ、こっちかこっちか、決まるね。違う、名古屋県庁まで。このだだっ広い観光庁のブロックを3ブロック越えなきゃいけない。ということで県庁までは、はい、大きな本線の前にあるのがこちらだ。これが名古屋市役所。印象的な時計塔だね。それでやってきたのがこちらだ、名古屋県庁工事中と。はい、名古屋県庁の食堂に行ってね、名古屋県でお勤めの職員がねどんなものを食ってるか米ちゃんチェックか。偉そうなドアだね。よし、どうなってんだこれは。可愛い受付のお姉ちゃんがね5階にあるそうなんで、とりあえず行ってみよう。ほら、ただ今工事中だけどね、この名古屋県庁もね国の重要文化財らしい。この辺にエレベーターがあるとかないとか、どこなんだろうね。はい、5階だよ。はい、どうだろうね。こっちか、こっちに向かってるか。あった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 、なんとも味のある食堂だ。はい、ちょうどね12時ちょっと前に入り込むことができた。その愛知県のランチがこちらだ。あーとね、評価からするとね、ご飯がまずい、白米がまずい、反面ねあの豚汁はめちゃくちゃうまかった。780円、普通です。こんなようなタイプのね愛知県庁、なかなかね重厚な作りで、私はよしだな。これはねかっこいいよ。はい、名古屋県庁、名古屋県庁じゃねえや、愛知県庁行ってきました。どうしてもね明日が雨という天気でね、どうしても今日行かなければいけないところが、三重県の方に一つあるんで、とりあえずこっからねタクシーで駐車場まで戻りたいと思います。とりあえず名古屋市役所と愛知県庁は隣同士。ちょうどここに今橋渡って、はい、左側の方だ。左側の、チラリと見える？いや、まだまだ行かないあ、そうなんね。中へ入る、この道まっすぐ行くと押し道、あ、あの辺りなんだ。はい、約乗車12、3分かな。その間運転手さんとねずっと名古屋の話してました。知ってましたか、尾張小牧ナンバーっていうのは全国で4文字の地域ナンバーっていうのは尾張小牧だけなんだ。知らんかった。はい、県庁のね食事をもって愛知旅を一応の終わりとさせていただきます。三重県の在所ロープウェイっていうところ行きますよ。ではそこまでは。